10日に行われた参議院選挙の北海道選挙区で当選した3人に当選証書が渡されました当選証書を受け取ったのは立憲民主党の徳永恵里氏と自民党の船橋利光氏です自民党の長谷川学氏は代理人が出席しました長谷川氏と徳永氏は現職で船橋氏は去年の衆院選で落選し蔵返しての国政復帰です これからの政治の希望は女性と若い世代だと思っておりますので、これからも女性の議員を増やす取り組みをしっかり先頭に立ってやっていきたいと経済活動の成長とともに社会保障制度の充実といったことをお伝えしてまいりましたので、その実現に向けて、最大限これから努力していいきたいと。当選した3人は、早ければ今月末にも開かれる臨時国会に招集される見通しです。